皆さん、こんにちは。レックス人講師の根本です。えここでは、誰もが悩む、本試験年明けからの6ヶ月の勉強方法について、ちょっとガイダンスの方を行っていきたいと思います。6ヶ月の勉強方法、もういろんなやり方があります。え講師として、もう最大公約数え、こういうことをやった方がいいんじゃないかとといったアドバイスをしていこうと思います。いいなって思うところは、ぜひ取り入れる。いや、それどうだろうとっていったものは、参考程度に聞いていってください。 で、こちらの方は、基準点突破経験のある方と、そちらの方のない方に分けて説明をしていきます。まずは、突破経験のある方からいきましょう。まず、1月から3月、到達したいレベル、これは、昨年の本試験レベルです。3月の時点で、去年の本試験レベルに持っていけたら、4月以降、 かなりいい調子にいくと思うんですよ。使用科目はそれは狙えると思うんです。一方、マイナー。マイナーはどうしても一時気多くになります。なんで、まずは読めば解ける。読めば解ける。その読んで解けるレベルというのを維持するかどうかはまた後の話。まず解けるレベルの方まで戻していきましょう。次、記述記述は、 どっちかでも30問オーバーバは狙えるこのレベルに持っていきましょうそのためにはどういうことをお勧めしたいかというと全体は1回から2回通じた学習できれば2回やってほしい3ヶ月で既立に関しては1週間に2問不等法1問消等法1問は絶対そしてプラスひな型の確認はしていってほしいところです。 ちょょっとこれ具体化ししていきましょう1月から3月末まではいこちらの方、レックでは生鮮討練実力養成編という科目別討練起立がついた科目別討練を行っていますもしこちらを受講される方であればどんな方法をお勧めかというと1つ1回から2回通じた学習に関しては1回目の回しは討練に合わせましょう討練を予習して受けるか 当習をメインにすれば一回強制的に回せますなので当然とは別にもう一回し自分で回せるようなものをやっていきましょうで,できればそのねもう一回しについては4月以降に回す教材回す素材をやるのがいいと思うんです過去問かもしれないし まとめノートかもしれないし4月以降にぐる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 回す素材というのを1個作っていくそれを3月まで作っていくっていうのはおすすめしたいところです一方期日これに関しては生鮮透連実力要請編が毎週毎週期日が2問ついてますこれで最低限のところはクリアできますなんでこれとは別に平日は自分で。 日名方の確認をしておく。これをお勧めします。一方、このタイミングで生鮮等連を受講されない方、全科目一から二に回す学習としてはテキストまた過去問を使った学習、これをして一週はやりましょう。でもう一週は上の方と同じ。四月以降回す教材。 それをもとに勉強していきましょう。一方、均一。均一に関しては、土曜、日曜、平日に均一を解くのはもったいない、時間が。時間に余裕が取れる、土曜、日曜に、今まで解いた当連問題、模試の問題をコンスタントにやっていきましょう。土曜に一問、日曜に一問、そんなふうにやっていきましょう。そして、その当連の問題についても、 優しいもの難しいものがあると思いますこれを下手に混ぜるんじゃなくて優しいものを先にやっておいてだんだん難しくしていくという形で問題を選んでいきましょうでは次4月から5月の学習目標です到達したいレベルとしては主要科目弱いとこの上乗せ ここまでくるともう勉強しなくても取れるよっていうところもあればあっっていうのが出てくると思うんです。このあっってところ、ここをなんとか穴埋めしていきましょう。またマイナー科目。マイナー科目はできるだけ多くの部分を一時記憶から長期記憶に持っていく。どうしたって全部が全部長期記憶になりません。一時記憶にならざるを得ないんです。ですが理解を深めることによって 長期記憶に多くしていきましょうそして均一意識これに関してはできなきゃ両方ともコンスタントに20後半コンスタントにですでそのためにはもちろん総合的な底上げもあるんですが苦手分野をなくす自分あれ来た瞬間にやられるんだよねもうね二人以上死んじゃうとダメなんだよとか 自分もあの、組織変更、組織三編形くると大体ダメなんだよね。っていうような苦手を潰していくっていう作業。それをお勧めします。そのためにこなしておきたい学習。全科目。1ヶ月で1回。1ヶ月で1回です。だから、4月で1回し、5月で1回し、2回やりましょう。それで次。 弱い科目のみのみ学習科目分野といってもいいですこのへこんでるところをやっていくってことでもう一個期ズですが1週間にちょっとモンスターを増やしましょう2問から4問へと増やしていくまた間違いノートを作っていくということをお勧めします じゃあ具体的にどういうことが必要かや,やれるかと,、えっと4月以降はレックの方では生鮮トーのファイナル編また模試が毎週土曜日曜に行われますはいこちらを受講される方まず全科目1か月 1, 1回回す周回学習これは前に言った回す素材を使った科目もので回していくとえこちらの方が過去問集かもしれないし 何かの書籍かもしれないしインプット教材かもしれないし回す素材をを一つ決めててそれを回していくとまた次弱い科目のみの学習当連点が伸びないまたは A ランクのミスをするそれやっていきましょう当連を受ける意味っていうのは点数で一喜一憂するもちろんそれもあるんだけど自分の弱いところを見つける。 これが目的ですへこんでるとこはどこなのかと。っていうのを毎週当練を受けてその部分を穴埋めしていく。あこの回この科目が弱かったなと。じゃあ次の週ここを強めよう。でそうするとその次の週あ取れた。あでもそのがにこっちがへこんだ。よしじゃあ今度はこっちやろうと。というふうにへこんだところを勉強していくという方法です。 次に期日1週間3から4の演習こちらの方は聖戦闘練ファイナル編を受ければ毎週期日が2問ついてきますそれを例えば日曜にやるでそれとは別個に土曜日に今までやったもので特にその中でも点が悪かったものそれをやってくださいその点が悪いものっていうのはおそらくね 自分が苦手にしている分野なんですよ。それを特化してやっていってください。一方、下、登練を受講しないという場合。はい、でこの場合ですが、全科目1か月1回転、これは先ほどのように回す素材を使っていく。で、弱い科目の学習。 で、ここはねなかなか難しいんですよ。登連を受ければ自分がどこが弱いかってわかるんですがそれ登連を受けないと何を指針にすればいいか難しいんです。あの、決してやめてほしいのは自分がね苦手に意識を持っているところそこをやるっていうのはあんまりお勧めしない。この時期っていうのは自分の主観と客観が結構ずれやすいんです。なのでできればね登連とかを受けないんであれば あの普段の演習で正答率が悪いそういったものにんか、ね、記録残しておいてその、ね、明らかに客観的な数字で自分が弱いと分かるものを勉強してほしいところですまた均一の部分これに関しては1週間に3から4の演習土曜日曜に今まで演習した素材を解くとできるだけ難しいものについてはこっちの方でやっていきましょうまた この演習素材、ちょっとね、ちゃんとね、問題ごとの管理をしたほうがいいです。例えば、私なんか受験の時にやったのが、あの、まあ。この問題入れてるファイルにね、第何回何日にとれてる、第何回何、この問題何日にといてるというふうに。全部ね、日付入れたんですよ。日付入れて、あの。不等法は、一月半から二月開けなければ解かない。二回目は解かないようにしたんですよ。やっぱり、つい最近に解いた問題、解けば解けちゃうんですよね。 なので問題の管理、これをちゃんとやっていってくださいでは次に基準点突破経験のない方そのアドバイスにいきましょうまず1月から3月主要科目これは学習すれば合格レベルに届く長期記憶できなくてもいいその分野を勉強すれば そこは合格点が取れるるようにするなんでそのために要求されるのは理解です理解中心の学習です一方次マイナー科目理解できるかどうかはもう別にしますそこを読めば問題は解ける特に過去問は解ける意味は分かんなくても解けるってレベルには一旦してほしいんです で識、コンスタントに20点程度両方20点程度持ってってほしいところですその下そのためにこなしてほしい学習全科目1回でいいです1回は3か月でやりましょうでその下でこれとは別に主要科目だけなんとか1回回しましょうあの例えば 1>, 1月から3月で民法を1月に集中的にやっちゃうで3月まで民法全く触れないこうするとね4月冒頭の当連とかで民法を忘れてるガーンってくるんですよなんで主要科目に関してはもう一回回せるような体制を作りましょう次の字 一週間に一回の技術演習とひな形の確認。では、それを具体化していきましょう。一から三末。聖戦討論実力要請編。これを切られる方であれば。全科目を通じた学習はもう通りに合わせればいいです。通りに合わせてやれば、もう強制的に。三ヶ月一回回せます。で、その下。 主要科目はは別途集会一課はやろう上記とは別に一周回せる学習これは4月以降に回せる学習素材がいいです、まあ、さっきから言ってるように、えー、過去問集なのかテキストなのかそれとも書籍なのかそうね回す素材4月以降の回す素材でやっていきましょうで均一式均一式に関してはあまりこの時期に時間をかけない なんでこれは生鮮透連、実業製編で1週間に不透法1小等法1ときますのでもうそれで止めときましょう一方下透連を受講しない場合3か月1周する学習プランを立てましょういろんな方法があると思うんですあの持っているテキストを読むだとか過去文集を回すだとかいろいろあると思うんですけど 3か月でちゃんと回せるようにしましょう。3か月1回回せるように、結構まあ緻密にこの時期にここまで、この時期に何ページまでとかいうふうに決めておいたほうがいいです。で次、主要科目の別途周回、これは上の方と同じです。また、記もこれは え、こちら、一週間に土曜日曜。平日じゃない、週末に、時間取れるときに。不動産一問、商業一問。土曜で一問、日曜で一問って形で。一週間に一問ずつはいきましょう。では、次。四月から五月です。主要科目に関しては。弱いところの上乗せ、まあ穴埋めですね。 でマイナー科目に関してはやはり同じように一時記憶をなんとか長期記憶に持っていく。均一意識コンスタント20半ばそして苦手分野をもうゼロにするのは無理最小限にしていく。例えばいろいろ苦手意識のものがあったとしたらねあこれはよく出るやつだからこれからやっていこうと。苦手を全部潰すっていうのはあまり過度にやりすぎない。 苦手の中でもよく出るところについてを優先的に潰しましょうそのためにこなしてほしい学習全科目2ヶ月で1回の周回 C5 で1回回し次マイナー科目の知識定着ここ特に注意してほしいんです多分この前のところでマイナー科目そんなにやらないんですよ でもマイナー科目の失点が多いと点数で伸び悩います。できればマイナーちょっと力を強めてほしいところです。比重でまたそうした一週間に三から四は解いてほしい。でひな型を作ったり間違いノートを作る。そのための方法論としてはこちらまず当連を嫌う方。 高齢を受ける方まず2ヶ月で1回の集会学習は先ほど言ったマス素材を使って2ヶ月でなんとか1回いきましょう。でマイナーについては演習量を特に増やすことを意識しましょう。究極的にはマイナー科目って分かんなくても解ければいいんです。なんで理解ではまりそうであればもう演習をとにかく繰り返してこれ来たら丸○。 これ来たらバとよく分かんないけど答えは出せるそれでもしょうがないんですで米印弱点対策ができればなお良しと当連模試を受けてあここへこんでるなちょっとここへこんでるとこだけやったこうとっていうのができるとなおいいです一方起立1週間に3から4得については ファイナル編で2問ずつ。そしてそれとは別に今で解いたもので点が悪かったものをやっぱりメインにしていきましょう一方下段当連を受講されない方これも基本的には上と同じですただ問題は弱点対策この弱点をどうやって判断するかというところは先ほど言ったように 主観ではなくこちら正答率と客観的な数字を見て対策を立てましょうまた演習に関しては土曜と日曜にできれば不動産土曜に一問商業一問日曜も一問一問やってほしいなとやってほしいとこです はい、でここまでのところで REC、まあの方では皆さんにどんなことがご協力できるかといろんなインプット教材インプット講座があります例えばこちらの方全科目卓立過去問コンプリート講座過去問をとにかく回していくそしてそれとは別に過去問をまとめたレジュメが手に入ります回す素材がない方この過去問講座のレジュメをね 過去問のエッセンスが詰まったレジメでやってみるのもいいと思いますまた多くの受講生から指示をされている携帯詳書紙マースト座にぴったりですこれを攻略するそういう講座も用意していますでその下民素系最後の最後でまあ差がつく民素系について ちちっちゃい時間で攻略する講座も用意しています気日対策え一番上赤松式気日10分朝取れ100台と10分ちょっとで気日対策を毎日やっていくえそれでそのレジュメ自体もひな形対策演習対策ができるいいものになってますまた次 進出確保の分析講座。本試験の規律っていうのはやっぱり独特なものがあります。でどういうところに引っかかっちゃいけないかとっていったことを早い段階につかんでおくまた次ひなの学習が自分自身じゃどうも重くいかないという方おすすめです。1日30分形コンプリート講座。一番下。 本年度はいろんな改正が待ってます。その改正、網羅しきれない方、ぜひこんなものも使ってみてください。では、最後になりますが、今度は6月です。6月の目標は、もう知識の最終確認、自分を納得させる学習、これがメインになります。もちろん、成績を伸ばしたい。 ととというう気持ちはわかりますすがもうあと1ヶ月のところです学習経験が若い方は結構グンと伸びるということはあるんですが学習経験はそこそこいっていて点数がある程度上の方にいっちゃってる方はもうそうは伸びません。なのでできるだけここはもうね伸ばすというよりも維持する確認させるそしてやっぱこの自分を納得させるということ一番はこれだなって思います。 でどんな方法があるかというと、まあ、一例を今、画面のほうに入れています。まあ、本当にこれはあくまでも一例です。今決める内容じゃありません。その時の状況に応じて、もういくらでもこれは変えるべきだし、いろんなことをやるべきだと思います。ここに出てくるのはあくまでも一例だと思って、その時のご自身の状況、点数に応じて考えていってください。だから 今どうするか決める必要はありません。ただ4番、見直してほしいこと。特に3回目受験以降の方、本試験超直前期に何をやったかを見直してほしい。そこで、効き目があったと思った学習、これは今年もやろう。一方下段 まあみんなが言うからやったけどあれ本当効き目あったんかなとそれはちょっと考えましょう続けるかどうかそしてできれば一個付け加えてほしいのは一時記憶になる科目それは最後12週間にやりましょうどうしても入れればすぐ抜けるそういうのは出てくるはずです民事保全とかそういったものを超直前期にやっておく。 3日前にやったんだったら覚えているだろうと。ぜひこの超もう、ね、超一時記憶になるものはもう最後の1、2週間に詰め込んでいくと。それは今、私結構お勧めしているところです。はい、でこんな感じののが6か月の学習計画のまあ最大公約数になります。ただ、本当にこれはその人の点数、学習環境、もろもろに変わってきます。 ぜひこれをまあ一つの軸もしくは参考としてぜひ自分自身が納得できる学習計画を立ててください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。